皆さんこんばんは、銀次です。 T シャツがめっちゃまぶいです。いつ買ったか忘れたけど、なんか GU で買ったソーラーのマイティソーラーのT シャツなんですけどね、目がつぶれるってことでね、ゴールデンウィークも終わりましたね。皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。楽しめましたでしょうか、ゴールデンウィーク。私は何にもしてないです。半分仕事だったし、っていうことでコメント返ししていこうかな。 405S さん、シャネルだとブルードゥシャネルかエゴイストプラチナムあたりですかね、ということで、これはなんか俺の好きな香水がなんかシャネルだった気がするみたいな動画に対してのコメントなんですけど、いやね、名前ちょっとこれ聞いてもピンとこなくて、なんか多分影が書けば一発でわかるんですけどね、多分これだっていうのが。でもブルードシャネルプラチナム、でもこれメモっといて、いつかね、あの見る、いつか嗅ぐ機会があったらこれ嗅いでみますね、この名前のやつって言っても、まあ自分がつけたいわけじゃないんですけどね、人がつけてるのがすごい好きっていうのでね。いや、ありがとうございます。ドップフィリッピーさん、ピエンって方で、何なんでしょう。2020年の振り返りと2021年にやりたいことっていう動画にピエンの一言ピエンの顔文字一つだけくれたんですけど、いや俺何話したのかなと思って、これなんかもう覚えてないですね、何話したかまあかといってもう一回この動画見直すっていう気持ちにもあんまならないのでわかんないけど、ピエンっていうことでありがとうございます。そしてこちらは、ウォータードリームさんバイオセブンで草低評価をしましたってことで、いやね、これいつ撮った、去年か一昨年にバイオハザード8を動画解禁っていう動画を撮ったんですよ。で俺はもうその時点ではバイオハザード8は確実やるつもりだったからでそのバイオハザードの新作が今度8が出るっていう動画を撮っただけ。それに対して多分ね、最近あのバイオ8が発売されたから、多分その検索ワードでこれに引っかかってきたんだと思うんですけどまあやってないんですよね。まあ、プレステ5がゲットできなかったっていうのがまあ大きな理由ですけど、いい加減ね、転売対策は確実できたはずなんですけどね、あれって。だってプレイステーションストアの購入履歴とか、俺なんかほとんどダウンロード版しか買ってないですから、ほぼ9割。だから、ほぼダウンロード版しか買ってないから、その PS ストアの購入履歴からプレステ5を買えるようにしてくれたら優先的に。そしたら絶対こんな転売の騒ぎなんかならなかったと思うのに、ね。ウォータードリームさん、低評価。ありがとうございます。いう話で。こちら、柴犬熊五郎さん、改め、柴犬マスターさん。いや、ね、なんか、急にあの、なんか、いい感じになりましたね、名前が。柴犬熊五郎だと、なんか、ただの名前って感じだけど、柴犬マスターって言うと、なんか、柴犬の取り扱いすべてマスターした人みたいな感じで、マスター感出ますね。ジャスティン・ティンバレイクは昔俳優やってた人かな。5曲目はビージーズそっくり、驚き、懐かしい、70年代 A ポップを感じる、ということで、ジャスティン・ティンバレイクは昔90年代にインシンクっていうアイドルグループやってた人なんですけど、確かに俳優もやってましたね。なんかジーパン履いたまま射精するみたいな映画キャメロン・ディアスとやってた気するな、まあそれ以外にも出てると思いますけどね。5曲目はビージーズそっくりって、シザーシスターズの I don't feel like dancing ですよね、5曲目って。逆どの曲とそっくりなのか逆にすごい気になるんですけど、何の曲とそっくりだったのかな。もしかしたらオマージュとかサンプリングしてる可能性もありますからね、その曲を。ありがちで。いや、どうなんだろうな。ぜひ教えてくださいね、そのビージーズの曲。柴犬マスターさん。続いては、ちゃんこぼさん。僕はメビウスゲームが好きです。ってことで、山口百恵神アルバム紹介の動画に、ゴールデンフライトの動画にくれたんですね、コメント。メビウスゲーム結構なんか、結構聞きますもんね、メビウスゲームっていう名前コメントでも。好きな人多いんだと思いますよ、そのアルバム。そして続いてもちゃんこぼさん、アップありがとうございます。笑ってしまいました。楽しい動画ありがとう。以前 NHK の番組内で歌うアンタークティカは見たことがありましたが、桃江ちゃんが一人で歌う音源は聞いたことがなかったです。楽しいトークとともに改めて聞くと本当にいい曲ですね。銀次さんありがとうございました、ということで、こちらこそありがとうございます。嬉しいです。いや、私ね、もうね、本当に、いや、アンタークティカは、本当に初めて聞いたときびっくりしましたね。なんか、こんな、なんか、こんな曲あんのみたいな。なんか、桃江ちゃんっぽくないんですよね、曲が。でね、79年の曲だから、また桃江ちゃんの歌唱が、
もう絶頂期に達してるぐらいだからめっちゃ歌うまいんですよね。いやだってあの音源多分生歌だと思うんですよ。あの CD 音源じゃ、レコード音源じゃなくって、あれ生歌であのクオリティですからね。昔の歌手ってほんと歌うまいですよね。で、このちゃんこぽさんが言ってるNHK の番組内で歌うアンタークティカっていう動画は多分その概要欄に貼ってるリンクのうちの一つだと思うんですけど、あれの桃井ちゃんがね素晴らしいんですよね。あの南極大陸のその調査隊の人たちに向けてメッセージ、桃井ちゃんが冒頭で確か言ってた気がするんですけど、言霊ありますね桃井ちゃんの言葉には。なんかすっごい優等生な感じの、あのもう本当にテンプレみたいな、なんかいいこと言うんですけど、なんかそれがなんか言わされてるとか考えたことをわざわざ言ってるとかじゃなくて、本当にそう思ってるんだろうなっていうのがすごい伝わってくるみたいな、その言葉から表情から。いやだから素晴らしいですよね。あれの動画も、このアンタークティカの番組もすごいですね。なんか 見たい全部全編いやありがとうございます。ちょっと小声にしますね。山田ひろこさん、桃井ちゃん祭り楽しかったでした。楽しかったでした。テレビより生の桃江ちゃんは綺麗だし歌も最高でしたよ。続いても山田ひろこさん、素晴らしいね、ありがとう。こちらこそありがとうございます。っていうか、生で見たんですねひろこさん。裏山 P 話で、いや俺もですね、あの70年代に青春を過ごすことができたら本当に桃江ちゃん、キャンディーズ、あと八代亜紀とか見たかったな。美空ひばりとか千秋直美、昔はね良かったですね。いやテレビより綺麗ってどんだけ綺麗なのかなと思っちゃいますよね。相当綺麗ですもんねテレビ。なんかね映像によってはあれっていう時あるんですよ。やっぱり人間だから、その時の体調とか顔がむくんでるとか疲れてるとかなんかあると思うんですよね。だから桃井ちゃんもごくごく稀にあれってあれどうしたこの桃井ちゃんみたいな時の顔の時あるんですけど、大抵の時は綺麗ですもんね。あの特にもう76年以降、77年あたりからはもう相当綺麗ですもんね顔。いやーありがとうございます、桃井ちゃん祭り続いては、キコシサティはめっちゃゲイさんいや名前と思って、キコシサティはめっちゃゲイっていう名前がもうあのインパクトがすごすぎてどうしたと思ったんですけど、あのサティさんはまあゲイですよね、多分ゲイでありつつ本物の貴公子ってことなんですかね。貴公子を生業としてるってことなんですかね全然コメント読まないけどいやで、はい、コメント見ますね。はじめまして、もうほとんどの曲を知っていて子供心へタイムスリップをしてしまいました。いやー懐かしすぎる魔女っ子メグ、ハイスクール決め組めっちゃ見てましたっていうことで、あえてちょっと最後イントネーション関西寄りにしてみました。俺サティさんがなんかまあこうしてみるとまあチャンネル持ってるんだろうなと思って見に行ったら、なんかもうね2万人くらい、2万何千人くらいいるんですよねチャンネル登録者数が。サティさんがねメジャーじゃんとすげえメジャーな人来たと思って、しかもまあスピリチュアルなのか分かんないけど、もしかするとスピリチュアル寄りの、まあ、本当の貴公子なんですかね、分かんないですけど。で俺はそのサティさんの動画何個か見たんですよ。もうサティさんはアメリカに住んでるですかね、アメリカに住んでるんですよね今。で俺の動画を見てる人の中でその気候とか、まあスピリチュアルっていうとちょっとあれですけど、気候とかって聞いてもいまいちピンとこない人いるかもしれないんですけど、やっぱ気ってね俺はねあると思うんですよ実際。あの気の流れとか気候みたいなやつ。まあそんなことを言ってたら時間なくなっちゃいますからね、まあそれはそれで話は置いといてということで、いやありがとうございます。ああそう、俺ねサティさんの動画を見に行ったんですけど、表情も明るく喋りも明るく、まあたくさんの人にね好かれて、いや素晴らしい方ですよね。やっぱり人を元気にしてあげられるって大変なことですからね。だって自分がその人一倍元気でいないといけないってことだから、それね人に元気を与えるなら。でそういう感じなんですよサティさんのねライブ見てると、もうパーンと元気で明るくて、まあ人相もまあ穏やかでなんかまろやかでいい感じでね。またあの動画ねちょいちょい見させていただきたいと思いますいい感じで、サティさんありがとうございます。めっちゃゲイっていうことでゲイなんですかね、わかんない。サンフランシスコに住んでるっていう風にライブ内で言ってたから、まあサンフランシスコといえばね世界ナンバーワンのゲイ大陸だからゲイ大陸ってということでありがとうございます。
で、すみません、柴犬マスターさん、タブレット壊れたのでスマホと一緒に買い替えました。呼ばれ慣れてるマスターで今後ともよろしく、バイ川にわらっていう話で。マスターってバーのマスターとかじゃないですよね。柴犬のマスターってことですよね。柴犬をもうすべて完クリしたってことですよね。わかんないけど。いやタブレットも壊れたんですね。これもね、ようやくGalaxy S21 Ultra が在庫が確保されましたっていうメッセージが来て、ようやくね届きそうなんですよね、新しいスマホ。4年越しのやっと新しい最先端のスマホをゲットできる。言ってたら半年後ぐらいに Galaxy S22 が発売されるみたいな感じになるんだろうな。ありがとうございます。 MM さん、こんばんは。系統的には乙女座級、夢先案内人、コスモス、デイドリームに入る感じですかねっていうことなんですけど、まあこれね、アンタークティカですよね。いや、どうかなと思うんですね。なんかちょっと違うんですよね。なんか一つ枠飛び抜けてなんか違うジャンルな感じするんですよ、アンタークティカって。なんだろうな、だから給食、学校の給食の時間とかにかかりそうな。これ通じるかな。俺が小学校の時、給食の時間はダンシングクイーンがかかってたんですよ、アバの。本当に。どういう学校だよと思われそうだけど。ダンシングクイーンの、ボーカルないバージョンのオーケストラバージョンみたいなやつが流れてて、だからその感じのが俺すごい曲が好きで、そういう感じの、こう、なんて言うんだろう。なんかオーケストラっぽい、なんか、そういう感じすごい好きで、だからアンタークティカはね、乙女座級、夢先案内人、コスモス、デイドリーム、なんか微妙にちょっと違う感じするんですよね。なんとも言い難い。だから桃江ちゃんっぽくないですもんね、乙女座、アンタークティカって。ちょっとめちゃくちゃ新鮮であり、さらに桃江ちゃんの歌唱力の高さがね、改めて伺える曲ですよね。その声のコントロールすごくないですか。たまにネットとかを巡回してると、山口桃江はそれほど歌が上手くないみたいな、なんか書き込み見るときあるんですよ。でも、何をどう聞いて桃江ちゃんの歌が上手くないってなるのと思うんですよね。むしろめちゃくちゃ上手いじゃんと思うんですよ。その例えばアンタークティカ一つとっても、あれ生歌だし、生歌であれだけ声のコントロールできるってすごくないですか。ね、まあ、俺はもちろん真似できないですけど、声の強弱とか、まあ、ビブラートのかけ方とか、こうフォルテシモっていうのかな、ちょっと徐々に大きくなるとか、そういうあんなね、微妙なその声のコントロールが、もうコロ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 弱くなったり強くなったり、息を吐くように発音したり、張ったように発音したりとかね、あんな偏見自在に声を短い中で操ってるってすごいと思うんですよね。何の話って感じですけどね。いやー、MM さんありがとうございます。なんとなく違う感じしますいい話で。続きましては、日向井重和さん、重和っていうのかな、ちょっと名前間違ってたら申し訳ないんですけど1979年にレコーディングはされてたみたいですか。やはり没曲だと思いますよってことで、まあこれもアンタークティカなんですけど、レコーディングされてるんだったら出してくださいと思いますよね。なんか確かに桃江ちゃんっぽくないって言えばないじゃないですか、全然。だけど没にする必要なくないですかと思うんですよね。深町淳さんでしたっけ、作った人。深町淳さんもね、せっかく作ったのに、いやいや、ボツにしないでくださいと思うんですよね。出してほしいですよね。いや、あれを、でもまあ、桃井ちゃんに関しては生歌の方がうまいから、別に生歌の音源でもうちょっと音がいいのがあれば、そっちの方がいいんですけど、全然。でも、でも欲しいな、でもやっぱり。クリアーの音のやつも。ねえ、いや、ありがとうございます。キャンディーズと昭和チャンネルさん。これもアンタークティカの。これ、ブロックされて YouTube でしばらく上げられなかった曲ですね。っていうことで。そうなんですね。でも9年前からあったんですけどね。ねえ、でも超いい曲でしたね、今回も。次はですね、俺キャンディーズの動画をちょっと作ろうかと思ってて、どうぞお楽しみに。いや、ありがとうございます。ダイダイさん、こんにちは。28歳の桃江さんファンです。深町淳さんといえば、桜田淳子さんの夕暮れはラブソングを作曲してますよ。ってことで、ありがとうございます。これね、早速聞きに来ました。夕暮れはラブソング。いや、なんかちょっとアンタークティカで近いんですよね、曲調っていうか。やっぱ同じ人が作曲してるせいか、あ、いいと思って。この曲もすごい良かったですよね。さすが同じ人が作っただけあって、そのメロディーラインもすごく好きだし、淳子の曲も全然これ知らなくて、そういう曲、夕暮れはラブソングっていう曲聴いてめっちゃいいなと思って。まあアンタークティカほどビギーンとは来なかったですけど、でもなんか切なくて、こう哀愁のあるメロディーで、
いや、深町純さんっていう方は結構興味そそられますよね。で、俺 YouTube でアンタークティカの作曲したってことで、絶対他にもいい曲あるだろうと思って検索したんですよ。あんまり深町純さんって出てこなくて、あんまり、その何か作曲したものみたいなやつが。なんか楽器吹いてるレコードみたいなのが出てきたんだけど、それではちょっとね、なんかいまいちだったんだけど、いや、いい曲でしたよね、すごい。ありがとうございます。Boys Don't Cry さん、コメント返しありがとうございます。ニコ、動画のオープニングの音がライライキョンシーズみたいでドキドキしちゃいました。持ち込み用意しなきゃ、笑ってくださいね。 あ、コメント返しに ありがとうございます。懐かしいな、もち米。なんでもち米なんですかね、ほんと。もち米をバーって当てたりしたら、プクプクって爆発するんですよね。なんか火花散って。キョンシー。なんでもち米で爆発するのと思うんだけど。いや、ライライキョンシーズ好きだったな。テンテン。テンテンがね、ちょっと大人になった後の、なんだったかな、幽玄同士かなんかがあったんですよね。ちょっと成長したテンテンが出てるやつ。それのね、電光石火って言いながら、クルクルクルポーンってなんか クルクルクルポーンってな、回転しながら、ドロップキックみたいなの浴びせるんですよ、キョンシーに。そのシーンめっちゃ好きで、俺。テンテンが電光石火って叫びながら、キックするシーンが。何回も繰り返し見ましたね。まあ、それは大人になってからだから、幽玄同士なんですけど、ライライキョンシーズじゃなくて。いやー、好きだったな。もともと、だって俺、カンフー映画大好きですから、もう、カンフーでね、テンテンそんなんできるんですかと思って、多分、スタント使ってるかもしれないけど。ということで、ありがとうございます。ということで、皆様、コメントありがとうございました。ゴールデンウィークも終わっちゃって、なんか昨日とかめっちゃくちゃ暑かったじゃないですか。もうね、夏が来ちゃいますね。ということで、そんな夏が来ちゃうね、などという次の動画への布石を残しつつ 布石じゃないか。 伏線か。伏線っていうか、何て言うんだろう。まあいいけど。 ということでですね、次の動画もまた見てくださいね。寝起き、今日もやっぱ寝起きで頭がやっぱりね、なんか血糖値足りてないのか、もう回んないんですね、頭が。なんか暑いし、その部屋の中が。なんか眩しい、この T シャツもね。だから、ねえ、いまいち口が回らなかったですけど、皆さん。次の動画もまた見てくださいね。じゃあね。